赤ちゃん別に好きじゃないんだよ。子供好きじゃないのよ。きり勇気を持って言うわ。リップ取りに行こうと思ってさ、長田は寝てるからさ、部屋さ電気つけずにさ取ったらさ、見て七味だった。はい。あなたのりさまゆりこ、本日もポチッとありがとうございます。今日も家事育児お仕事お疲れ様です。よいしょ。はい、ということで、あのなーたんちゃんがねちょっとグズ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 してたので、もう散歩連れてちゃうと思って、イチコロで今眠りタイムにしております。あのなんかお散歩連れてくまではすっごいギャン泣きで、でもうちょっとでも足を止めるともうめちゃくちゃ怒られるので、もう散歩と同時に始まる、止まったら爆切れ、散歩と同時に始まる、止まったら爆泣きデスゲームがね開始されました。ということで無事に終わったので、お昼ケンタッキーを買ってきました。ケンタッキーの、私ケンタッキーってさ、なんかチキンとか、まあ、クリスマスとかね食べる、まあ、チキンが有名だからさ、うわ最悪、はっ何何待って、はっ何何何めっちゃこぼれてきたんだけど、え、どういうことどういうこと、どういうことどういうこと、待って待って待って、何何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 パン粉とか来た。ということで、私はケンタッキーは絶対に和風カツバーガー、これマジで美味しいから本当に騙されたと思って食べてみてほしい。いただきます。いやね、私ちょっとね DM が来たので、ちょっとこれをね話したかったことがあって、こんにちは、いつも動画見させていただいてます。コメントをさせていただいたのは初めてなんですけども、相談したいことがあって書かせていただきました。私は今妊娠8ヶ月になるんですけども、赤ちゃんを愛せる自信がありません。赤ちゃんがお腹に来てくれたことはとても嬉しいし楽しみな気持ちもあるんですが、今まで赤ちゃんを可愛いと思ったことがないので愛せるかとても不安です。この気持ちを他の人に相談するのがとても怖かったので DM させていただきました、っていうことがね DM をいただいたんですけど、いやー皆さんどう思いますか。皆さんはこれを聞いてありえないって怒るか、大丈夫だよって言ってあげるか、皆さんみんな人それぞれ思うこととか考えることがねそれぞれ違うと思うんですけども、私はこの方に向けて、そしてまたこういう思いを持ってる方もいらっしゃると思うので、他にもこの方のメッセージをもとに話していきたいと思います。私もこの方とめっちゃ一緒で超共感って感じなんですよ。なんかあんまりさ、子供ができてからよ、子供ができる前だったらまだわかるけど、子供ができてからお腹の中にどんどん育っていく中で、この子を愛してるのかなって思ってしまうことに対してもなんかダメな気がするじゃん、ちょっとそう、これを相談して自分をすごい否定されたりするのも怖いし、なんか思ってはいけないことなんじゃないかっていう不安もあるからこそ言えなかったりするから、私にこういう風に DM をしてくれた方本当ありがとうございます。そうね、だから私もね、あの赤ちゃん別に好きじゃないんだよ、子供好きじゃないのよ、はっきり勇気を持って言うわ。もうアンチとかいたら、じゃあなんで子供産んだろう、なんで作ったのって感じだと思うんですけど、まあ、子供ができた時の気持ち、自分の気持ちはめっちゃ嬉しかった。自分が子供を産んでいい、子供その資格、子供を産める資格を神様なのかその赤ちゃんからなのか与えられたってことに関してすごく嬉しさもあったし感動もあったの、その自分に子供ができたってことに関してね。でだんだん大きくなってくるじゃん、で勝手に大きくなるのよ、正直自分の気持ち的には。自分がこうやってなんか積み上げて積み木みたいにさ、こうやってさ育ててるよしよしって感じよりも、もう本当に普通に生活してたら赤ちゃんは大きくなってくれるじゃない。でも目に見えないじゃない、ペットとかだったらさ、まあもうペットがいます、この子飼いますか飼いませんか、顔が可愛いから飼います、性格がなんか可愛いから飼います、でその子見て大きくなるって言うけど、全く見えない生き物に対してすごい動揺
っていうか、うん、まさにこのコメントをいただいた人と一緒で、愛してるのかまだ顔も見たこともない、どう女か男かもね、本当に生まれてくるまでってやっぱ性格わかんないじゃん。そういう心配もあるし、育てて生きるのかっていうのももちろんあるし、そういう不安だったりとか気持ちもすごいありました。だからその気持ちは別に否定しなくてもいいと思います。私はね、私はその思ってる気持ち、そのまま自分のありのまま感じたことを思うことは全然悪いことじゃ私はねないと思います。でさらに伝えたいのが、全員が全員かもわからないけども、生まれてきたらめちゃくちゃ可愛いです。なんかね、可愛いって思うのが顔とかじゃないのよね。多分これは母親あるあるで、他人の赤ちゃんだと、あ、この赤ちゃん可愛いとか正直あるでしょ。正直この赤ちゃんの顔可愛い、目がパッチリ、まつげバチコン生えてる、髪の毛わさわさ可愛いとか、なんかちょっと面白い赤ちゃんだな、表情がすごいおとぼけな表情したりとか、なんかね癒されるとか、やっぱあるよ。それぞれ他の赤ちゃんに対して顔型って違うもん、赤ちゃんでも。そういうのじゃなくて、自分の子はね、自分の子は特別可愛いとかよく言うじゃん、またまたって思ってたけど、その特別可愛いの意味が、自分の子供はなんかいろんなカモフラージュがなって可愛く見えるんじゃなくて、その可愛さっていうのが、なんか存在が愛おしいとかなのよ。存在が愛おしい、可愛いって多分なるから、多分これね、皆さんだそうだと思う。そうだよね、きっと。あとはまあ責任感だよね、母親としての責任感。もうこの子をが私が育てなかったら誰もいない、うん、っていう、まあ自分は責任感がすごいあったんですけど、そういう責任感、自分がやらなきゃ、自分がこの子を育児しないとっていう決意からもそうなんだけど、もう存在自体がもう可愛い、愛おしいってなるので、大丈夫、私が証明する。最初愛せるかわからないし、育てたこともないし、見えないものを可愛いと思える自信がない、その気持ちも私もありました。だけど生まれてからすごく存在自体が愛おしい、もう顔とか、うん、見た目とかじゃない、存在が愛おしいと思うので、もうマジで安心して産んでください。はい、これが伝えたいこと。はい、ということで、私はね、言うて新人ママだし、ママになってたったの5ヶ月なんですね。たった5ヶ月で、しかも1人目なので、もうこれを見てくださってる方、この動画を見てくださってる方はもう何人も育てていらっしゃる方がきっと多いでしょう。こんな新人ママが大丈夫とか言ってるのすごい恥ずかしいんですけどもう離乳食もまだ作ってないし、もうまだ全然育児した、ね、したてのたった5ヶ月のね、新メニューが大丈夫みんなとか先輩面してるのも恥ずかしいんですけど、産んだばっかり の近い私からしてのアドバイスです。はい、なので先輩ママたち、すいません、お恥ずかしいでございます。皆さんの顔は今ちょっと見れません見れません。はい、みたいな感じなので、今日はちょっとね、このお話を動画でさせていただきました。皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、そしてグッドボタンのほどぜひぜひよろしくお願いします。そして各 SNS のフォローと TikTok のこれね、配信やってますので、ぜひこちらフォローしていただいて、配信に来てコメントしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。では皆さん、またねー。